小アラル海とアラル市の一アラル郊外の朽ち果てた船、アラルと呼ばれる。人口は3万9000人。トランスアラル鉄道が通じている。かつてはアラル海の北端の漁港で栄えた港町であり、近隣地帯への新鮮な魚の供給基地であった。1960年以降、ソ連政府の面火裁判のための大規模灌溉事業で河川の流れが変わり、アラル市は干上がった。 市からアラル海まで1 0 0トルも遠ざかる事態となった。2005年にダムが完成、小アラル海の水位の上昇が見られ、現在は1 2トル先まで急速に小アラル海の水位が回復している。2009年には市の6トル先まで小アラル海が戻ってくると想定されており、市から運河を建設して港町の姿を取り戻す計画である。 過去25年にわたって、町からアラル海が全く見えない事態が続いていることから、人口は減少、また乾燥しきった土地で、化学物質を大量に含む砂嵐が頻発し、住民の健康被害も深刻である。現在でも高い失業率が続いている。しかし、近年の水回復に伴い、アラル海からの砂嵐が少なくなりつつあるため、住民の健康状態は、 回復傾向である。また、アラル海の漁業も復興への道を歩んでいるため、失業率も今後改善すると思われる。ありがとうございます。